すみません。じゃあこちらお願いします。はじめまして鈴木と申します。染五郎さんとは、もう20年以上 の友人関係を生かしていただいておりますけれども、今お話があった、隣の渋谷区に、新しいホールができた時のこけら落とし公演を、染五郎さんにやはりこの渋谷金の丸伝説という名前でこけら落としの公演をしていただきまして、従来の歌舞伎とはちょっと違った、新しい歌舞伎のスタイルで上演したところ大変区民の皆様に喜んでいただき、今回フジテレビキッズさんからお声掛けをいただいて、区外の人、日本全国いろんな方々にこの新しい歌舞伎のスタイルを見ていただくことに大変喜びを感じております。どうぞよろしくお願いいたします。渋谷金の丸というものは、以前やってましたその名称ホールで鈴木さんからお話をいただいて、題材は何にしましょうかねっていう話の中で、昔からずっとこの金の丸という渋谷金の丸というものが、で作品を作りたいと思っておりましたので、で渋谷区の公演ということで、ここで金の丸を誕生させる、いいチャンスだなと思って、始めさせていただきました。今回は見てる方からお話をいただきまして、また再びこの金の丸の題材をやらせていただくことになって、とても楽しみにしております。今回は振り付け演出も担当させていただきます。いわゆる創作舞踊劇です。とにかくたくさん踊って体を動かして、その踊る人間のパワーをたくさん感じていただいて、そういう熱いイベントにしたいと思います。よろしくお願いします。渋谷金の丸というのは果たしてその実在かどうかもちょっと分からないところがあって、で各時代ごとにいろんな思い入れがあったんですよね。みんながいろんな伝説を付け加えていくんですよね。で特に江戸時代に有名になって、歌舞伎の今はしばらくという歌舞伎上映版がありますけど、その主人公の名前だったりして、かなり江戸中の人が知っていた、各時代ごとにいろんな伝説が付け加えられてて重なっているような人物で、ちょっとね、この人はこうだとは言えないんですけど、だから今染五郎さんがやられているのは平成に新しい伝説を加えているといった感じ。今回もまた新しい伝説が何か加わるんだろうと思います。今回シークさんが最近ガチャピンとムックが出てくるということなんですけど、これはいわゆるガチャピンとムックも、顔は濡れないですけど踊るということでいいんですか。どういう感じで登場するんでしょうか。ガチャミックの出演ということでお話をいただきましたので、それをガチャミックを振り付け演出するということで、いろいろ、この出演者の中では一番有名人だったので、大事に対応していかなきゃいけないと、そういう意味では緊張して、大御所的な出方だと思います。いいところで。出てきて引っ込むっていう感じだと思います。そうですね、大きく言うと普及ということですね。ただ普及ということを考えて、一番まず広めたいことで言いたいのは、単純に言うと歌舞伎座に見に来てほしいっていうのがありますね。ただそこへの橋渡しといいますか、そういうのがちょっと必要なのかなっていうのはちょっと思うので、その一つですね、はい、こういう公演を見てなんかかっこいいと思って出た子供が家へ帰って歩き方を真似をする、身を真似をするところから歌舞伎に一歩近づいて、それが歌舞伎座を見に行くようなお客を育てることだろうと、多分いつも染五郎さんの方針はそう思っています、うん、自分自身が小さい時、本当に歌舞伎ごっこが自分の遊びの一つだったりするんで、決して全員皆さんに歌舞伎役者になってもらいたいということではないんですけど、ただ歌舞伎というものが一つ遊びの一つというか娯楽の一つに入り込むにはことができないかなっていうふうに思ってて、それにはいろんなアプローチ、こういう創作舞踊劇的なアプローチもいるのかな、必要なのかなっていう、そういう意味では普及の一つ。